読み解くシリーズでは試合観戦がもっと楽しくなるように、柏レイソルと対戦する相手チームの現状、過去の対戦成績、注目選手をお伝えしていきます。天皇杯準決勝の相手ロアッソ熊本を読み解くスタートです。ロアッソ熊本は2022年に4期ぶりに J2 に昇格し、2022年の年間順位4位と好成績を残しました。天皇杯準決勝まで進出した中で唯一現在 J2 リーグに所属するチームです。天皇杯といえば、昨年優勝したのは J2 のヴァンフォーレ甲府でしたので、 J2 だからといって全く侮れる相手ではありません。今日は天皇杯で準決勝進出まで J1 チーム相手にジャイアントキリングを達成してきたロアッソ熊本の直近のリーグ成績と天皇杯の対戦成績を振り返り、最後に注目選手を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。まず直近のリーグ成績です。第36節現在、ロアッソ熊本は J2 リーグ22チーム中13位の成績です。不調な時期も続きましたが、直近は今季初の3連勝しており、3戦ともクリーンシート達成で、相手チームのゴールを全く許さない堅い守備を構築しています。また、攻撃の方も3試合で7得点を決めるなど、攻守ともに好調を取り戻しています。勢いに乗ったまま、10月8日に柏レイソルとの対戦を迎えます。次に、天皇杯の対戦成績を振り返ります。ロアッソ熊本のこれまでの対戦相手は上の通りで、 FC 琉球、サガン鳥栖、FC 東京、そして準々決勝では現在 J1 首位争い中のヴィッセル神戸と対戦しています。初戦の FC 琉球戦では PK 戦までもつれ込むも勝利を収め、その後も J1 相手に屈することなく着実に勝ち上がってきました。準々決勝の神戸戦でも PK 戦までもつれ込み、見事勝利をもぎ取りました。勝負どころで屈しない強さがありますね。今度の準決勝でも PK 戦までもつれ込む可能性は十分ありますので、我々柏サポーターはホームの日立大で試合ができるアドバンテージを十分に活かして選手を後押ししたいですね。最後に注目選手です。ロアッソ熊本の注目選手は松岡リム選手です。ポジションはミッドフィルダーで、スピードとドリブルが特徴の選手です。 FC 東京の育成組織出身で、天皇杯4回戦の FC 東京戦では得意のドリブル突破からペナルティーエリア右まで運び、ゴールキーパーを見事かわしてゴールを決めました。古巣相手の恩返し団となりました。リーグ戦でも直近大宮相手に先制ゴールを決めており、注目すべき選手だと思います。最後に柏レイソルの注目選手です。前江秀隆選手です。リーグ戦ではなかなか出場機会がないものの、今季天皇杯で多くのゴールを決めており、その数は5得点、得点数は暫定1位です。2回戦の山梨学院大ペガサス相手にハットトリックも決めています。準決勝でも活躍し、得点王を貫いてほしいです。以上、少しでも面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。次は天皇杯の観戦 Vlog でお会いしましょう。